皆さんどうもこんにちは、岩波トンの岩永です。ですね、今日はですね、大阪で、なんだっけ、壁画を描いている IT コンサルタントの方を撮影していきたいと思います。こんにちは、かおるこです。よろしくお願いします。はい、で、ね、結構長い付き合いなんで、大阪くんだりまで来てね、はい、なんか面白いことやってるということで、撮影に来ました。よろしくお願いします、ね、なんかいろいろね、かおるこさんのやつは概要欄の方にね、ここか概要欄の方に書いておきますんで、何載せるかは分かりませんけど、なんかね、こう T シャツ売ってたりとかされるんでね、もしも興味ある方いたらぜひね、撮影の衣装とかでも買ってください。お願いします。じゃあ、まずは T シャツのプロフィール撮影みたいな感じ、ね、うん、T シャツ売るためのね、撮影をしていきますちょっと見ます。あ、なんか意外とかっこいいんじゃないですかね気だるい感じ、うん、気だるい感じでいいと思う。そんなにあのがっつりこうやる必要ないですね。背景超うるさいけど大丈夫もうちょっとだけ光入れます。調整します、はい、200よりそれにしても熱いよね。熱い、わかる。あ、それぐらいでいいと思います。はい、そうです。よし、すごいうるさいか。ちょっとだけこいつ動かしておいてもいい？今は全然必要ない。全然必要ないよね。ああ、うん、それぐらいでいいと思います。はい、そういきます。よっ、かっこいいんだよ。ねえ。ちょっとごめんね、これでますね。熱くなりそうだな、すごい。いや、やっぱね、うん、なんだろう、あのガード下で撮ってるっぽい感じ。後ろもね、ガード下に書いてそう。ガード下の感じになってる。あ、いい感じで、OK、いいよ、下手。なんかこう、本当にここにコトンとかってする。はい、そう、あ、いいですよ、それぐらいです。はい。なんか F で持ってこうしとく。今大丈夫だよね、これ。こっちが自分に向けてこう、なんかペイントしてる感じでお願いします。そうです。今ね、それね、心臓突き刺してるようにしか見えないからね、もうちょっとだけ下、うん、そう、顎下げにしよう。そう、それぐらいでいいです。はい、ありがとう、いいよ。よし、あ、いい、かっこいい、かっこいい。ちょっとレンズ変えます。はい、まずね、全体取らないからね、うん、うん、こっちに変えたいね何え、見に来た。あ、今ね、これログ撮にしてるから色とか結構浅いよ。うん、後から自分の顔見える初めてだね、ZV-1 がこう普通に鏡として利用されるというちょっと待ってね、もうちょい前、うん、そこぐらいの方がいいかな、やっぱ。そうだね、よし、行きます。あ、いいです。あ、いい、こっちの方がいいじゃん。あ、いい感じですよ。え、それぐらいにしときましょう。はい、よっ、ここだ、いた。うん、あ、いい、きれいきれい。よし、あ、かっこいい、かっこいい、うん、売れそう、売れそう、売れそう、ほら、いいじゃん、売れそう、超売れそうじゃん。やった、次ちょっと後ろ向いて、はい、あ、もうちょっとだけ、ハケをこっち側に、背中側に、そう、あ、いいよ、それぐらい、それぐらい、そう。で、そして、左手の方から若干お顔ください、こっち。あ、それぐらい、それぐらい、OK、OK、それでいい。なんか、こいつがいい、ベストポジションになってる。はい、いきまーす。あ、それぐらいでいいです、そう。OK、いい。あ、売れそう、売れそう。はい、あ、そこから、そう、うん、その感じでもください。そうです。もうちょっとだけこっち側向いてきても大丈夫。そう、OK、はい、いいよ。よし、じゃあ、その筆を下ろしてもらって、次はちゃんと売るための前、もうちょっと、ま、もうちょっと、ちょい前、奥行きすぎ、奥行きすぎ。そこぐらいにお願いします。そうです。手はどうした？手はね、普通に立っといた方がいい。
今回、うん、あ、それぐらいでいいです。そう、OK、OK。ちょっとポケットがあるんだったらポケットにいて、そう、あ、いいですね、その感じです。ちなみにその T シャツ1枚おいくらですか？いくらだっけ？ あとちょっとこっち側によって5000円弱。意外と安い。あ、意外と安い、意外とリーズナブルあ、それぐらいでいい。はい、もうちょっと胸張って、そう、はい、OK、 そう、はい、そしたらもうちょっと高くてもよかったかな。もうちょっと高くつけられるね、これは、うん、いい感じじゃないですか、オッケー。とりあえずなんか横戻っときますね、バナー用ぐらい。あ、そっちです。あ、ごめん、お顔だけ若干こっち側ください。そうです、よし、オッケー、いいよ。よし、こっちもあったんですか？うん、そっちも大丈夫。そうすると ここだね、いたいたいた、おったおった、よし、いいよ。あとちょっとだけ、腰から正面ください。そうです。で、若干顎引き。そう、そこ。OK。あ、いい、いい。全身になると途端にすっげえ熱くなるんだ。あ、それぐらいでいいです。そう。あ、OK、いいよ。うん、あ、なんかね、すごく雑然としてていいかも。はい、OK、いいよ。逆にじゃあ、聞くね。か、いたいた、いいよ。あ、いいです、それ OK、 大丈夫です。あ、できました。イエーイ、できました。これです、あの、カオルコブランズの売れそうな感じです。いける、これが面白い。いや、なんかちょっとあるから入れとこうかなと思袋も入ってる。うん、いいんじゃない、これぐらいで、うん、売れそうっすよ。売れそう次はですね、このセットをですね、後ろから入れて、ちょっとね、この絵とね、共に撮れるような状態を作っていきます。これでいける可能性がある。壁画全体を撮るには俺この柱が超邪魔すぎんだけど。そんなのが立ってると思ってなかったね。ちょっと一回確認します。俺が多分相当切ってるけど、あ、よくなったね。オッケー、いきます、はい、左腕にから、うん、あ優しくポンという。あ、いいっすね。あ、いいよいいよ、それぐらい、それぐらい、そう、はい、今日軽く口閉じておきますよ。はい、熱いけど頑張って。はい、OK。 こんな感じにはなってますけど、うん、もうちょっと引きたいんですがちょっとだけ前に出てその柱さんで、なかなかね、柱の位置ここだからこうか、こうで、ああ、結構入った、結構入った、結構入った、いいっすよ、はい、いいんじゃないですか。できました。やったー、これで全身を取ればいいんだね。この全身つらいね、意外と。ここだ。OK。おお、意外と迫力あんぞ。やったー。まあ、それぐらいでいいと思います。もっと壁に寄ってもらってもいいですか。それぐらいです。そこです。あ、いいと思います。はい、そう。ね、顔の向き向こう。そう。完全に目線外しておいてもらっていいです。そうです。それぐらいです。オッケー、オッケー。うん、いいと思います。これで一回ちょっとこっち側に取っとこうかな。ずれた。オッケー、ありがとうございます。大丈夫です。あ、いいんじゃないですか。よいしょ。いや、だからオッケーっつってんだけどさ。
だから OK っつったんすよ、実は。カウルワークかっこいいじゃん。かっこいいっすよ、かっこいいっすよ、全然かっこいいっすよ、ありっすよ、もうほんと、はい、勘弁してくださいよ、一応ほら食なんでね。ウケる、かっこいいじゃん。これはこれでありだと思うよ、うん、いいと、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。いや、それ俺のセリフだと思うんだ、とかね。違うのかい。しゃよっしゃ、書くか。よし、大丈夫だぜ。それだけでも取れますか。ええ、あの不可能はないっすよ。確かに書けれるかな。じゃあ、どうかしまくるんだけど。ねえねえ、分離ができてないんだけどさ。こっちの背景の方が、うん、取るんだったらこっちの背景の方が良さそうな気はするよね。そこにかけといたらいい感じだね。うん、そうしようかな。意味わかんなかった、さっきの。うん、壁画になっちゃってるよね、もはやね。よいしょ。よし、これから商品撮影です。急に物撮り。急に物撮りがスタートしました。なんかね、こんな感じでどん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 進んでいく。本当にここなんか。よし、じゃあ物撮り行きます。引きがないっす。引きが。余白が欲しいでしょ。欲しい、うん、分かってんだけどさ。知ってるよっていう、うん、レンズ変えちゃったんだよみたいな。分かってるよみたいな。ダメだみたいな。ダメだけど、うん、しょうがないよねとか。はい、すごい、なんか久々にオートフォーカスというものを使って変な気分だね。あ、かっこいいんじゃないですか。うん、こんな感じとかでしょ。いいと思います。